岡でございます。2022年4月8日金曜日になります。で、場所はですね、山梨県北杜市にある、清里町、駅周辺になります。あいにくね、雨は降ってないんですけど、風が強いと、外から風の音がすごいかもしれない。ありがたいね。それでね、現在時刻が朝4時50分になります。ちょっとね、早朝の清里町を歩きたいと思います。そんな長い時間はいないんで、短い動画になるかと思うんですが、よろしくお願いします。これ、すぐそこが、そこが、すぐそこ、清里駅になります。でも、ここら辺は、まあ言っちゃうんですけど、廃墟が多い場所のエリアになります。かつては避暑地としてすごい栄えてたみたいですけど、もう空き家、廃墟です。八ヶ岳がね、近くにあるんで、だから廃墟マニアにはなんていうのいいのかな、マニア、廃墟マニアにはたまらない場所なのかな。寒いですね。廃墟とは言っても近く住宅地があるので、住宅があんまり大きい声出せない。35分とかさ、その辺だと思うんですよね。だからもうちょっと3、あと30分、40分ぐらいしたら、もっと明るくなってくるかと思います。あれ、ミルクポットっていうお店の跡地です。
にここら辺に来ると、こう、うどんそばやってるのかどうか知らないけど、あとコンビニ、ファミリーマートがそこに来てるんですけど、やってるのかな、やってなさそうだよね。近くにある野辺山というところは夜空が綺麗な場所だったんですけど、夜空が出てればね、寄りたかったんだけど、全然雲が多くて、ほら星なんか見やしなかった。だから素通りしてきました。この道を左に曲がると駅に、こっちはあの山梨県の、まだまだ距離は下げないけど、甲府とか宮崎市の方につながっております。北斗市の中心部とかもね、あの道はまず行けばたどり着きます。1ヶ月2ヶ月で伸びてるんですよ。
ぶ明るくなってきましたね。これが駅の観光案内所かな。早朝でやってないだろうけど、昼間になると走ってたのか、俺よくわかんないんだけど、復元あんまり余計なこと言えない。見たい方はごめんなさい、スクショしてくださいね。まあこういうのもあるんだよっていうのをね、お見せしたいんだ。駅前にドカーンとね。でそこが清里駅改札ですね。始発は何時からなんだろう。そして終電も何時なんだろう。すごいあれだな、廃墟感だよね。廃墟、まあ廃墟なんだよね。ところどころ現役のお店ってもあるんだけど、この間の日曜日来た時もやってる気配がないんだよね。まあ朝っぱら、朝っぱらでも9時ぐらいだったっけな、やってなかったんだよね。日曜日でやってないとなると、いつやってんのっていう感じだよね。もうただでさえさ、日曜日でも人少ないのに。らしいですね。レトロな車バスっていうか、ね、綺麗に整備はされてるんだけどね、この残念って言っちゃ悪いけど、10時から4時までできるんだ、入れるんだ。記事が泣いてる。こういうのも展示したりよって。まあでもこれで一通り回ったかな。あとはもうね、こういう廃墟、こういうシャッターが並んでますっていう。多分俺この辺の前回サムネにしたと思うんだよね。そこには交番が、人の気配がありそうな。
なんだけど、これは有料無料？この時間も人の気配ないけど、明るい時間でも人の気配ないからね。本当不思議だよね。戻ってきましたね、廃墟。さんとか当時のものをね、そこなんかいっぱいミルクポット、お土産だったの。まあね、こういうのが当時のまま置いてあるということです。記事がないというか、何のお店かわかんないけど、まあ、廃墟だよな。行かないですけど、ちょっと忘れちゃったけど、じゃあすいません、ありがとうございました。早朝の清竹町、清竹じゃごめんなさい、清里町でした。ありがとうございました。失礼します。